皆さんこんにちは。個別指導塾、結成塾長の小林です。笹川です。はい、今日のテーマなんですけれども、河合塾2024年最新偏差値ということで紹介をしていきたいと思います。河合塾さんの方から、最新のですね、偏差値表がアップデートされまして、もしかしたらもう見たよって方もいるかもしれないんですけども、やっぱりね、細かく一個一個はね、見てなかったり、あと作対比の表みたいなものもまだ見てなかったっていう人も多いと思うので、今回は2023年の表と2024年の表、つまり来年ね、受ける方用の偏差値というのを見比べてコメントをしていきたいと思います。はい、今回取り扱う大学群は、こちらですね、うん、はい、基本的にはその入試方式の中でも一番定員数が多い入試方式を採用しています。なので、一部特殊な入試方式とかは偏差値の変化があっても、そこは取り上げてないところもあります。ちょっとね、外部試験利用型とかね、そうですね、ありますからね、はいはい、ではまずは9.1項から見ていこうと思います、はい、こんな感じになっております。そうですね、基本的にこのあたりは、上げ傾向が強いかなって感じですよね。そうですね、なんといっても注目は東大かなと思っていて、ついに偏差値70に達したんですよ、はい、他を突き放したかなって思います。ただどうなんですかね、偏差値の作り方がわからないけど、だからもともとって東大一番むずいですからね。そうだからどうなんだっていうのはありますけどね、はい、ただやっぱり僕の注目すべきポイントとしては、やっぱり文1文2文3文系が上がったってとこですよね。そうですね、はい、やっぱり今どっちかというと理工文系の時代なんで、文系横ばいかなって思ってたんですよ、そこがやっぱ 2.5 アップって形になったんで、明確にやっぱり京大との差っていうのは開いたのかなって思う。もちろん科目数もね、1科目多いからね、はい、っていうのはあるかなと思います。あとは結構僕が注目してたのはやっぱり大阪名古屋、この辺りは上位旧帝大と呼ばれるところですよね、この辺も結構上がっているところが多いので、例えば大阪だとですね、ほら外国語学部のなんだっけ、なんとか語学科がね、はい、ちょっと定員がちょうどあったみたいなね、話がありましたけども、実際阪大名古屋大むずいなっていう印象が強まっているかなと思います。そうですね、特に阪大のこの基礎校の情報科学です、じゃあ偏差値65になっているんですよ。そうですね、はい、この辺りはでもね、やっぱ今人気のね、理工文系の世界の中で動いてますから、一個あるかなというふうに思いますね、はい、あとは他にどうですか。全体的には上がってるところが多いかなというふうに思います、ただ一部下がったところもあって、特に東北大では偏差値5下がったところもあるんですよね、そうですね、医学部保健学科ですよね、はい、そのあたりあると思います、では次特級レベル見ていきましょう、はい、特級に関しては、こんな感じになっておりますと、はい、やっぱりここは 9.2 に準ずる難関大学なんで、やっぱどっちかといえば上げ傾向ですよね、そうですね、特に筑波大が上がったところが多いかなというふうに思います、あとはですね、予告の理工で偏差値5上がったところもあるので、そこは注意していただきたいかなって思いますね。あとはあんまりここの表に出てこなかった、お茶所、あとは千葉大は比較的変化は少なかったって感じですね、でも変化が少ないイコール難しいままって感じなので、そういう状況かなと思います、はい、でそこからは私立ですかね。そうですね、まずは総計から見ていこうと思います、こんな感じになっておりますと、でこれを見ていくと、特に早稲田で下がった学科が多いかなというふうに思いますね。そうですね、最近結構メディアとかでも総計どっちみたいな時に、やっぱ慶応がちょっと一時期ね強かったけど、今もう早稲田が盛り返してるんじゃないかって言われますけど、偏差値だけを見てみると少し早稲田が下がったところが多めだったのかなというふうには見て取れますね。そうですね、政治経済学部も政治学科が偏差値 67.5 になりましたし、特にあと教育学部ですよね、そうですね、教育学部の一部学科で偏差値62.5 まで下がっちゃった学科もある。そうですね、だから教育の国語国文 62.5 って言われると、あれなんか、マーチみたいな感じになってきますよね、その辺あたりはちょっとね、要注目かなと思います、ただ一方で慶応の、環境情報、この辺 SFC は今人気じゃないですか。そうです、そう、このあたりはやっぱプラス 2.5 確実に上げてきたなっていうのは、やっぱり僕は、上がるという予想していたわけじゃないけども、やっぱりかみたいなね、感じは正直ありますよね。はい、一応補足しておくと、あと上智理科大についても軽く触れておこうと思うんですけども、上智については実は結構下がった学科が多くて、そうですね、はい、マーチと結構近い数値になってきたんですよね。そうですね、はい、であとは理科大に関しては結構まちまちだったかなって感じです、そうですね、はい、そんな感じで、だ結構だから早慶上理っていうよりやっぱ早慶の時代なんだろうなっていう感じはいけますね、はい、はい、では次に、じゃあ同じ関東で自町、はい、まずは学習院大学から見ていこうと思います、はい、こんな感じになっておりますと、そうですね、このあたりの、有名、から難関にかけての次第は、全体的におそらく下げ傾向強めだったかなと思うんですよね、やっぱり定員厳格化の一部緩和によって合格者が結構多く出たってこともあって、マイナス 2.5 になってる学部が多いんじゃないかなと思ったら、やっぱりその通りでしたね、そうですね、文系で偏差値55、理系で 52.5 の学科が増えたというのがありますし、あと学習に関しては偏差値60ある学科がなかったんですよね、なので、比較的一応あれですけど、 G マーチの中では2代目かもしれないですね。そうですね、どっちかというと正直レベル的には生成名学にだいぶ近づいてきてますよね、はい、
では続いて、明治大学を見ていこうと思います、うん、こんな感じになっております。はい、はい、でまあ、明治に関しては今年志願者増えたので偏差値上がるのかと思いきや実はそうでもなくてこっちもむしろ下がっている感じなんですよね。そしてやっぱこれは合格者の人数の問題なんでしょうね。はい、うん、まあ、特に文系でも偏差値60を切る学科が出てきたということで、まあ、明治といえば、まあ、どこの学部も安定して難しいというイメージだったと思うんですけども、はいはい、まあ、ただ一部狙い目の学部も出てきたという感じですね。はい、はい、ただ一部上がっているところ、特に政治経済学部の政治学科とかですかね、こちら偏差値 62.5 まで上がっていますので、はい、まあ、一部の学科は注意していただきたいですね。そう、早稲田と教育と同じかって話ですよね。難しいですけどね、 2.5 刻みなんでね。はい、はい、次行きましょう。はい、続いては、青山学院大学ですね、うん、こちらこんな感じになっておりますと、はい、で青学に関しては唯一 G マチ内で5偏差値が変わった学科があったんですよね。でそれがですね、総合文化政策学部 と社会情報学部の B 方式ですかね、うん、まあ、総分に関しては志願者が激減したっていうことと、そうですね、はい、うん、まあ、あとは社会情報に関しては入試方式が変更されたので、まあ、その影響もあると思います。そうですね、はい、まあ、あとはですね、まあ、経営学部が偏差値60で安定してきて、まあ、それ以外も割と学部学科間の差は縮まってきたような感じだと思います。そうですね、うん、なんか結構青学は、まあ、落ち着いてきてる感じですかね、うんうん、安定路線に行ってきたって感じですかね。そうですね、やっぱ独自入試なんで、まあ、やっぱ受けたい子、行きたい子がね、まあ、受けに来るっていう入試に変わってきたんだと思いますね。はい、はい、では続いて立教大学を見ていこうと思います、うん、こんな感じになっておりますと、まあ、立教も結構辛い状況だよね。そうですね、うん、結構下がった学科が多いんですよね、まあ、トップだった異文化コミュニケーションも少し落ちて65以上ある学部はほとんどなくなってしまったという感じです、はい、まあ、ただ結構立教の場合は全学部がメインじゃないですか、文学部一部除いてね、うん、はい、でそうなるとやっぱり複数回その全学部入試を受け続けるって人が多かったと思うのよ、うん、立教に行きたいっていう子はね、特に英検で準級とか持ってる子だと結構強いから、そういうところで受けていた子っていうのが多分複数大学複数学部合格したんですよ、うん、そうなると当然それを見越して大学側は多めに合格者を出すので、多少ちょっとね、あの下目の子にまで多分合格が回ったという実績から河合塾さんがこういうふうに判断したのかなと思いますね。あ、なるほど、はい、では続いて中央大学を見ていこうと思います、こんな感じになっておりますと、はい、はい、まあ、中央に関しては、まあ、こちらは文学部が上がって、うん、まあ、それ以外の学部だとちょっと下がり目なのかなといった感じです。そうですね、結構私立にしては珍しく、うん、大体半々って感じですよね。そうですね、もともと文学部はちょっと低すぎたような感じだったので、まあ、元に戻ったというような感じかもしれないですね、はい、で特に中央大に関しては国際系の学部が2つとも下がっているんですよね、うんうんうん、まあ、これはちょっと時代とか人気の傾向を反映しているような感じがしますね。そうですね、はい、では続いて法政大学を見ていこうと思います。こちらこんな感じになっておりまして、はい、まあ、志願者を減らしてちょっと下がるのかなって思いきや、まあ、文系は意外と耐えているというか、まあ、なんなら上がったところも多いかなって思いますね、うん、そうだね、はい、まあ、なので、まあ、昨年取り扱った法政の逆襲っていうのがあったじゃないですかはい、あったね、決めてやったやつね、はいはい、これ確認現象ではなかったのかなっていうふうに思います、はい、なるほど、はい、まあ、一方で理系学部はちょっと下がり気味なのかなって感じで、まあ、偏差値50に近い学科が増えましたね。そうですね、うん、はい、まあ、なのでちょっとこれは理系が下がり目、文系はまあ横ばいかちょっと上がり目っていう感じの印象を受けました。はい、はい、じゃ次にカンカン同率いきましょう。はい、まずカンカン同率は関西大学から見ていこうと思います、うん、こんな感じになっておりますと、はい、関大に関してはどちらかといえば上がった学科が多いかなというふうに思いますね。そうですね、うん、いろんなあの学部学科でねプラス 2.5 は結構多いかなと思います、まあ、ただ他にもいっぱいあの関学とかはあるので、うん、あ、関大、ごめんなさい、関大はあるので、はい、まあ、それでいうとまあ横ばいところも多かったっていう印象ですよね。そうですね、はい、じゃあ次ごめんなさい、漢学ですね、はい、はい、行きましょう。はい、漢学に関してはこんな感じになっておりまして、はい、まあ、残念ながら漢学はちょっと下がっている感じがします。そうですね、特に文系系のね学部がね、うん、偏差値55切っているところもあるのでちょっとどうしちゃったのかなっていう印象ですね、うん、そうですね、まあ、あと一部まあ理系で上がってきた50から50でこうなってきたところが、まあ、せめてもの救いかなという状況かなと思いますよね。はい、そうですね。では続いて同志社大学見ていこうと思います、うん、こんな感じになっておりまして、はい、まあ、同志社に関しては、まあ、結構上がったところと下がったところ半々かなっていう印象で、うんうんうん、まあ、これは明治と同様に学科で人気の差が分かれたかなっていう印象があります。そうですね、はい、まあ、ただ偏差値60切っているところもありますし、まあ、狙い目の学科も出てきたと言えると思います。はい、はい、まあ、でもやっぱり偏差値ザーって見てもやっぱり同志社は頭一つ抜けてるよね。そうですね、やっぱり難しいと思います。じゃあ最後立命ですかね。はい、最後立命館大学は、こんな感じになっております。はい、まあ、こちらもですね、まあ、下がったところと上がったところ半々ぐらいであるかなって思います、うん、そうですね、はい、まあ、だからそれを見てみると、まあ、そんなに大きく上昇したところは上下したところはあまりないっていう感じですかね。そうですね、55から 57.5 の間に大体収まってる感じではありますね、うん、はい、他に傾向ありますか。他ですと、まあ、やっぱり国際系学部のちょっと人気のとかないので
低下が見られるかなって思いますね、うんうん。まあ、ちょっとねコロナのあれもありましたけどね、まあ、ちょっとだからそういうところに興味持つ人が減ってしまったんですかね、うん、その影響はあると思います、まあ、ただ一方で理系学部に関してはちょっと上がっているところも多いので調子良さげな感じはしますね、うん、なるほど、はい、というわけで一人ね見ていきましたがいかがだったでしょうか。で一応ね注意したいのは私立大学が結構偏差値下がってるじゃないですか、うん、で結局今年はその定員厳格化の、まあ、緩和措置ではない、まあ、緩和措置と言っていいのかな、要はその4学年で、その 1.1 倍を満たせばいいようなので、うん、今年例えばちょっと取りすぎても来年以降絞ればいいってなったんですよ、うん、だから合格者が増えたっていうケースもあると思っていて、まあ、そうなるとですね、まあ、どうしてもやっぱりその大学としては先に合格者を出しますから、むしろ来年以降を絞ってくる可能性があると思います、うん、その意味では次第が下がったからよっしゃ受けやすくなった受かりやすくなったじゃなくて、少しちょっとねハードル高めに頭の中で考えて勉強を進めた方がいいかなと思います、はい、ただ一方で国立大学に関してはやっぱり二極化が進んでいる、かなりやっぱり上の方だから宮廷、特起、まあ、東大もそうだけどね、そういうところはやっぱり確実に難しくなっている部分っていうのもあるので、よりね気をつけてほしいなというふうに思います、はい。まあ、あとは私立大学の理系でね上がってるところもあるし、うん、下がってるところもあったじゃないですか。そうですね、これ何なのっていうと、やっぱり、ね、関東は他にね理系単科大とか結構あるんですよ、いいところは、はい、4校大とか、ね、そうそうそう、はい、そういうところに逃げたりとか、あと他にね受けられる大学、例えば文系でも生命学とか結構他のところに行きやすかったりするんですよね、はい、受けやすかったりとか。ただカンカン同立の方、関西に行くと、まあ、次3県交流になってしまうので、うん、そうなるとやっぱカンカン同立で受ける層はとどまったのかなっていう、むしろカンカン同立の中で人の取り合いしてるのかなっていう印象を受けました、うん、はい。まあ、というわけでね、ぜひ皆さんこういったデータを参考に受験勉強を進めてみてください、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。